今年も金ヶ崎宮では春の恒例行事花替え祭りが開かれました。1日2日の土日には鯉の宮金ヶ崎宮にちなんだ催しや、北陸新幹線敦賀開業1年前を記念したブライダルファッションデザイナーの桂由美さんとのコラボイベントが行われました。今年は全国的に桜の満開が早く、金ヶ崎宮でも3月末には見頃を迎え、この日は桜吹雪が舞いました。天気も崩れることなく快晴が続き、多くの観光客や家族連れがお花見を楽しんでいました。金ヶ崎宮周辺では人、物、ことのご縁を結ぶクラフトマーケット鯉の花会市が開かれ、2日間で35店舗が出店しました。境内では福娘との花会のほか、限定のお守りや浜屋が当たる抽選会が開かれ、大勢の参拝客でにぎわいました。花変えましょう。どうぞ。幸せになります。当たったら当たったって開けてくださいね。花をいきますよ。2の5212の方、あ、わかりました。おめでとうございます。皆さん拍手お願いいたします。はい、福本さんいただいてください。2の5212です。はい、さらに今年は北陸新幹線敦賀開業1年前の記念イベントとして、世界で活躍するブライダルファッションデザイナーの桂由美さんと花替え祭りがコラボレーションし、トークショーとミニブライダルショーが開かれました。桂さんは金ヶ崎宮の自然の中で感じられる桜の良さを絶賛し、多くの人に神前式をより身近に感じてもらえるように活動している、今回はウェディングドレスと和装を合わせた新たなブライダルスタイルのファッションショーをご覧くださいと呼びかけました。ショーでは過去にパリコレで出展されたドレスや3月に国内で初披露されたドレスなど4点に加え、花婿の衣装2点が紹介されました。なかなか見ることのできない貴重なドレスの紹介とあって、会場には大勢の人が詰めかけ、美しいブライダルスタイルに見入っている様子でした。これも新しい、神前結婚式におすすめの着物スタイルです。私は毎年パリコレを年に1回やってるんですけれども、その時一番最後に必ずこの打ち掛けを、ね、出すことにしてるんですよ。パリコロではこれ発表してるんですけど、日本では一回も発表したことがなかったので、まあ、今回初めて日本の方にもお目にかけてっていうことで、大変軽いです。ドレスに使う素材を着物に活用しています。で、スパンコールでバラの刺繍、バラを刺繍しています。お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。この花替え祭りで多くのカップルが出て、このユミカツラのドレスを着て結婚式を挙げてくださることをお願いします。どうぞ皆様拍手でお送りください。ありがとうございました。形としてはこの花たちの形はずっと続けていこうと思います。皆さんがこちらの方がなんとなくこうしっくりくるようですし、もう昔のように花を交換するという意識よりもタッチにした方が、言葉あるんですけど今風で、こういう庶民的な神事はやっぱり皆さんのご理解を得てこそできるお祭りですから、皆さんに寄り添ったお祭りができればいいなと思ってますので、そういう面ではこうやって花タッチの形の神事にしていきたいと思ってます。もう多分神さん喜んでおられるんでしょうね、だってこんだけのお天気で、ね、一番大、まあ、ある意味でメインの一つですよね。その中こんなお天気の中でこんだけの桜でこんだけの人が来ていただければ、もう絶対これは神さん喜んでるとしか私らには思えないですね。